はいどうもこんばんは、中村です。今難波に来てるんですけれども、今日はこれから Uber Eats 稼働したいと思います。今時刻が9時13分、ちょっと遅めの夜稼働ですけれども、大阪市内の夜稼働がどんな感じかやってみたいと思います。今状況としましては、ブーストが 1.3 ついて、シミが梅田の方にちょこっとついてる感じですけど、まずはオンラインしてみたいと思います。はい、早速鳴りました。Uber Eatsです。はい、今1件目の配達が終わって、2.6kg で576円、今ちょっとまたシミが出てきてるんで、シミの方に向かって走ってます。で、僕はですね、配達中は、新規のリクエストは受け付けないようにしているのと、あとダブルは、まあ、できたらあんまり受けたくはないっていう感じで、あとはもう全部リクエスト遠くても取ってる感じでやってます。で、今も配達終わってからオフラインにしてるんで、今シミの中にちょっと入ってきたんで、またオンラインにしたいと思います。はい、もうオンラインにしたらすぐ鳴る感じですね。道頓堀の方ですね。はい、今2件目の配達が終わって、5キロ弱ぐらいで、858円でした。で、お届け先が今里でしたので、まあ今里っていうと、もう隣が布施で東大阪になるんで、もう少しちょっと中心部までオフラインにして戻りたいと思います。はい、じゃあ今また難波の近くに戻ってきたんで、オンラインにしたいと思います。今時間が10時半なんで、だいたい1時間ちょっとぐらいやったとこですかね。まだシミがまたついてるんで、オンラインにしたいと思います。はい、もう結構すぐなりますね。Uber Eatsです。はい、B です。はい、はい、ありがとうございます。東大阪です。今東大阪にいてます。難波から3軒目が東大阪の、小坂までお届けしてまいりました。2軒目がですね、今里で、もう東大阪に入ってしまうんで、オフラインにして難波まで戻ったんですけど、難波に戻って、で難波からまた小坂です。まあ、ちなみに 7.3 キロで、1036円、まあ、あのブーストとかピーク料金が入ってるんで、1件で1000円超えてるんでいいとは思うんですけど、やっぱり Uber Eats の楽しいところって、こういろんなところ行けるのが楽しいんですけど、僕これさっきと同じ道走ってますからね。
で今日は1軒目が難波から西の方で、2軒目3軒目が東の方に行ってるんですけど、まあ、どっちかというと東西に進むよりも南北に稼働したいなっていう感じなんですよね。まあ、今はシミが消えてるんですけど、割とこう縦長な感じで南北にシミが出るんで、あの東西に振られると一回オフラインにしてまた戻らんとあかんので、南北に稼働するとそのもうドロップ先でそのままオンラインにしたらすぐなるんでやりやすいんですけど、まあちょっと外れたら外れたで、今もちょっとあの小坂で休憩してたんですけど、まああの外れたところのコンビニで休憩したりとか、まあそのこのオフラインにしてる間に充電したりとか、まあいろいろできるからいっちゃいいんですけど、でまあ一応ね、今日は大阪市内の夜稼働どんな感じかということやったんで、今東大阪やったんで、もうオフラインにしてまた戻ってきてるんで、今時間がもう12時ちょっと前ぐらいになってます。はい、やっと今また難波に戻ってきたのでオンラインにしたいと思います。もうブーストはついてますけど、もうシミとかはついてないですね。今時間が、11時46分ですね。9時過ぎぐらいからしたんで、10時過ぎ、11時過ぎ、2時間半で3軒、2時間半で3軒は少ないですよね。あ、ウーバイツです。ウーバイツです。3Bです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ウーバイツです。はい、またもお待ちしました。ありがとうございます。はい、4軒目は大黒町で、今5軒目行ってきたんですけれども、5軒目がかなり遠かったですね。難波から鶴見区の諸口って読むんですかね、10キロあって、10キロで991円、さすがにでもバイクでもね、10キロはちょっと遠いですね。で時間がもう1時回ってるんで、もうウーバーの注文は多分できなくなってると思うんですけど、まあ、まだその注文した残りの分があると思うんで、一応今京橋ぐらいまで戻ってきてるんで、オンラインにしてみたいと思います。まあさすがに1時回るとそんなにならないかもしれないですけど、今1時回ってますけど、なりましたね。今梅田のあたりにいるんですけど、道頓堀からお呼びがかかりました。ウーバイツです。これ、ね、昨日ホームランの音が閉まっとったね。
あ、ほんまですか。1時までやからさ。あ、はい、すいません、ありがとうございます。置いといてください。あ、はい、置いときます。はい、今6軒目行ってきて、6軒目が、4キロちょっとで578円ですかね、今里です。もう今日この道3往復目ですね。まあでもさっき10キロ走ったんで、今里なんかもう全然近いですよね。ちなみにもう1時半回って2時前ぐらいだと思うんですけど、もう1時45分ですね。まあ一応オンラインにしてみましょうか。まあさすが、おお、なる。まあ今2時前でまた鳴りましたね。ウーバーイーツです。と、ゴーです。はい、ありがとうございます。はい、今7軒目行ってきました。今7軒目は道頓堀から天神まで、4キロで500円ぐらいですかね。もうこれぐらいがちょうどいい。これが理想ですよね。4キロぐらいがすごい好ましい。4キロぐらいのこの南北の移動、これがもう望ましい。まあそのシミがついてるとかついてないもあるんですけど、道が走りやすいんですよね、この大きい道路は。もう夜になると特にもう車もいないんで、別にスピード出すわけじゃないですけど、まあ走りやすいんで好きですね。で一応またもうオンラインしてますけど、言うても2時回ってるんでもうならないと思いますけど、まあオンラインにして難波の方行って、まあならなかったら終わろうかなと思います。はい、一応ねオンラインにして難波まで戻ってきたんですけど、もうさすがにならなさそうなんで終わりたいと思います。9時過ぎぐらいから始めて、今もう2時20分なんで、だいたい5時間ぐらいで、あの実際にオンラインにしてたので言うと3時間半ぐらいで、7件で5232円だから、まあ時給で言うと1000円は超えてますけど、まあ、やっぱりオフラインにしてる時間がちょっともったいなかったなとは思いますけど、まあ、一応今日は大阪市内で稼働ということだったんで、まあ今日は結構東に飛ばされる日だったんですけど、まあ他にもいろんなパターンがあると思うんで、また大阪市内夜稼働やってみて、まあ他にも朝とかお昼とか、あの大阪市内以外の場所でもやってみたいと思いますので、 Uber Eats の配達にご興味ある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。